マスクをしたライオン像、ここは一体どこでしょうか？そうです、銀座三越にやってまいりました。おや、最初のお店のロゴが見えていますね。早速2階に上がりましょう。はいはい、ありました、ラデュレさんでございます。名が知れてるだけあって結構人気なお店です。予約なしで行くと待たされるので注意してください。店内では飲み物とともにケーキやマカロン、スイーツ、そしてフレンチのコースまで食べることができます。ケーキは持ち帰りと比べてちょっと高めになっているので注意してください。今回はイスパハン風のデザートと紅茶を注文。雰囲気はまさしくアリスのティーパーティー。周りの客のほとんどが女子大生、若めの OL、マダムって感じですね。おっさんはあんまりいません。ましてや男一人なんてね。ゴチで出てくるような感じのデザートでございまして、ちょっとどう食べていいかわからないんですけども、まずはラズベリーを一口いきました。ピエールエレメのラズベリーはね、結構フレッシュでいいんですよね。こちらのラズベリーもフレッシュでいいですね。続いてライチをいきました。こちらもどうでしょうか。ライチってなかなか果実で食べさせてくれないですからね、貴重な経験です。さあ、いよいよイスパハン本体に入っていきたいと思います。上に乗っているソルベを一旦ちょっとずらしてマカロンの生地を切っていきますが、あー硬いですね。さらに中のクリームが圧力によって外に押し出されてしまうんですね。これ難しいですよね。結局マカロン生地とクリームを少しだけつけて食べる感じになりました。いやー、これはどう食べればいいんですかね。あ、中に入ってたラズベリーも食べました。優雅なティータイムと言いたいところですが、自分には似合ってないような気がしますね。これは何だったかな、多分バラのソルベだと思いますね。イスパハンのもう一個の要素、バラがね、今のところ見つかっていないので、多分これはバラ味だと思います。さあ、ここで追加注文していたマカロンが届きましたので食べてみたいと思います。綺麗な青い見た目からは想像できませんが、こちら紅茶味のマカロンとなっております。ラデュレと言ったらマカロンの王様って感じがしますが、果たしてこちらどうなんでしょうか。さあ、もう一個ありますね、さくらんぼ味です。こちらは期間限定の商品となっております。それでは参りましょう。ラデュレサロンドテ三越銀座店の査定は、A ランク70点。末からの一言、王者の貫禄ということでございます。先生、はい、ということでね、解説していきたいと思います。ラデュレね、さすがですね、もう名の知れたマカロンとか有名なお店でございますけども、イスパハンのデザートっていうのが、まあ、ピエールエルメのイスパハンとはまたちょっと違うかなとね、まあ、ラズベリーとライチの果実がまずしっかり楽しめるような仕組みになっていたのと、まあ、マカロンの生地はちょっと硬くてね、あのナイフで切るのに苦戦しましたけども、まあでもやっぱクリームとかも美味しくて、まあ、全体的にねすっきりした仕上がりになってたかなと思います。でマカロンがいいですね、これ柔らかめですね、結構オーソドックスなマカロンでございまして、でもね、中のクリームとかちょっと工夫してるところが良かったですね。水色のやつ、この水色のやつなんで、ね、色もいいんですけども、中ね、ちょっとあのつぶつぶしたなんか食感のアクセントみたいなのが入ってたのがすごく面白かった、っていうのと、あとさくらんぼの方はもうさくらんぼの味をしっかり、そしてバニラのクリームかな、さくらんぼの味をしっかり丸めて、楽しませてくれたっていうのは非常に好印象でございましたね。まあでもやっぱり、ね、高いのが難点ですね。ケーキ買うと1000円超えますので、ちょっとね、あれかなっていうのと、まあ全体的にやっぱお高めなので、大きな点数をつけるのには躊躇するなっていうことで、70点という評価になりました。まあ今後楽しみですし、なんかフレンチのコースみたいなね、それもちょっといただけたらいただきたいなって思いますね。さあ、続いてですが、地下2階の食品売り場にやってまいりました。人が多くカメラを回せませんが、次に行くのはフレデリック・カッセルさん。普通のデパ地下にあるケーキ屋さんのノリで全然大丈夫だと思いますが、売り切れが心配だと思ったら早めに行って取り置きをしてもらいましょう。日曜に行きましたが、お客さんが途切れることはないので、まあ人気店じゃ人気店ですね、やっぱ。置いてあるケーキはだいたい7、8種類くらいだったかなと記憶しております。はい、ということでフレデリック・カッセルさんのケーキをいただきたいと思います。
1個800円前後。まあでも大きさもありますからね。味の薄い方から。ミルフィーユバニー。ね。いただきたいと思います。こちらですね。はい。断面こんな感じです。重かったですねこれ、うん、ミルフィーユとかやっぱねさすが本場フランスのね、使い方で非常に良かったんですけども、まあバニラの感じがもうちょっと出てると良かったかな。であともうほんともっとサイズ小さくして600円くらいにしてほしいなと思いました。ちょっとねこれ1個だとね食べきれない人の方が多いんじゃないかなと思います。はい、ということでチョコレートの方行ってみたいと思います。運ぶときに若干欠けてしまったので反対側を見せられないんですけども、じゃあ早速行きましょう。はい、まあねチョコレート屋さんっていうだけあってまあしっかりできていたと思いますね。カカオニブのね食感とかで結構いい感じの演出はしているんですけども、まあこれもやっぱ普通なんですよね。リベルタブルさんだったら同じようなケーキでトリュフを効かせてきたりとか、川口のシャンドワーゾーさんだったらちょっとお酒を入れたりとかして、甘くなりすぎないようにしてるんですね。これはちょっとやっぱね、これもね、でかすぎます。ミルフィーユほどじゃないんだけど、やっぱでかすぎて、飽きが来やすいかなっていうところありますね。さあ、こちらアプリコットのケーキでございますね。フレデリック・カッセルさん、これ箱がやっぱオレンジっていうこともあって、売りの商品なのかなと思いますけどもね、果たしてどんなお味なんでしょうか。アプリコットの味が結構ダイレクトに来るんですけども、土台のねちょっと塩味の効いた感じの、サブレプラリネみたいなやつが、全体をまとめ上げてる感じがしてて、非常に良かったかなと思います。さあこっからはチョコレートの査定に参りましょう。早速まずはねオーソドックスのやつからいきましょう。カッセルオリジナルクーベルチュールを使ったカカオのふくよかな香りと味わいを堪能できるショコラ、はい、こちらでございますね。確かにカカオの感じられるねオーソドックスなチョコレートでございましたね。まあまずこれで小手調べって感じでございますかね。続いて参りましょう。これ味の説明はあるんですけども、ちょっとね判別しにくいやつが何個かあってね、どっちなんだろうって感じなんですけども、おそらくこれはヘーゼルナッツかなと思います。はい、ヘーゼルナッツだと思ういきます。ヘーゼルナッツの感じが強くてザクザクしてるのがやっぱ面白いチョコレートだと思います。さあ次、これね似たような色があって判別しがたかったんですけど、今ちょっとこすってみたら赤かったのでフランボワーズでございますね多分。でも違うじゃん、アーモンドとヘーゼルナッツのプラニネでした。なんだ違うじゃんこちらはね、ちょっと塩っ気が効いてるタイプのやつでございまして、まあ、あとちょっとアーモンドのね、ちょっと大きめの粒もあったりして、また全然違う感じのチョコレートでございました。これもこれまた良かったかなと思います。では最後、ね、残ったのはこのアプリコットのやつでございますね。さあ、行ってみましょう。これはもろアプリコットでございますね。ここまでちゃんとアプリコット感じられるっていうのは、生のあんずを食べてるのとそんなに変わんないようなね、味がするっていうのは、ここのチョコレートでしかないのかなっていう印象でございます。さあ、これで全部食べ終わりました。じゃあ査定はどうなるんでしょうか。それでは参りましょう。フレデリック・カッセル銀座三越の査定は
ランク62点。末からの一言。良くも悪くも主張が強いということで、末。まあね、ほんとね、味の主張が強かったです。内訳見ましょう。ね。内訳の発表でございますけどもね、丸いですね。脇をうまく丸くする方法はね、思いつかなかったんですけども、まあ、ケーキ3っていうのはとにかく主張が強かった。まあ、アプリコットはまずいい主張の強さでございました。アプリコットの味がね、ほんとそのまま感じられる。ね。ちょっとアプリコットの果実も入っていたりとか、で、あと、やっぱ塩味のね、効いた土台っていうのがまた面白かったです。これがね、ちゃんとアプリコットの味を引き立てていたと思いますね。で、ミルフィーユは悪かったですね。まあ、食べ進めると飽きが来る。やっぱね、甘すぎるかな。うん。味がはっきりしてる分、あれくらいの大きさのやつを食べたら、もうそれだけでお腹いっぱいで、もうちょっと最悪気持ち悪くなるかなというレベルでございました。もうちょっと小さめで600円くらいで売ってほしいなっていうところでございます。チョコレートケーキも、やっぱ変化が欲しかったですね。チョコレートでまあカカオニブのね、食感を足すっていうところまでは良かったんですけども、やっぱ中開けたらちょっとチェリーがいるとかね、トリュフを効かせてみるとかね、トリュフを効かせてみる、本当にリベルターブルさんのすごい芸ですよね。そう、なんかもうちょっとやっぱね、アクセントが欲しかったですね。あれだけだとやっぱり飽きます。で、チョコレート、これね、チョコレート4粒はさすがに良かったかなと思いますね。一粒一粒が大きくて400円するんだけども、まあその分の得感を感じられるかなっていう印象でございました。まあもちろんこれもね、もう一枚小さくして300円くらいで売ってほしいなっていうところもちょっとなかったりあったりって感じではございますかね。まあ全体的に見てよく食べる人、ね、大食感には特に受けるのかなと。アメリカで出したら間違いなくこれは受けるかなと思いますね。まあアメリカの人はジャンキーなの食べるから、でも、ね、日本人にはね、でもちょっと、もうちょっとやっぱ奥ゆかしさと言いますか、なんか、もうちょっと複雑なことをしてほしいと。単調な味ばっかだと、どうしても飽きてしまうから、まあ、これは日本人の国民性っていうのかどうかはわかんないんですけどもね。やっぱもうちょっとアクセントになるものっていうのを、考えてほしいなと、僕は思いました。まあでもお腹いっぱいスイーツを食べるっていう、そういうなんか、気持ち、そういうのは、まあ伝わったのかなって気もしますね。はい、ということでね、銀座のスイーツやってまいりました。あー、重かった。ケーキ重かったですね。いつもね、4個食べてお腹いっぱいっていうのが、3個で結構重かったっていうのはやっぱ、ちょっとあれですかね。あと、まあラリュデのね、ケーキの値段の高さにびっくりした。僕1000円超えるケーキないなんてどっかで言ったと思うんだけど、まさかの1000円超えしかなかった、いやー、そこまでのケーキなのかなと思って、ちょっとね、中で食べると少し値段も上がってしまいますし、それをちょっと今回下げたんですけども、まあいずれちょっとそのラデュレのケーキも、そのフレンチのコース頼むと、その一番最後はケーキ好きなの選べるから、まあその辺で査定をしてみたりとかね、そういうことはちょっと考えておりますので、まあ続報をお楽しみということで、今40店舗くらいですかね。まだまだ先は長いと思いますが、もう根気強くやっていくしかありません。この動画良かったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ僕のことを応援してください。次の動画で会いましょう。バイバイ。